レイブンはイングランド出身のヘビメタルバンド。ノイス部向きから登場したグループの一つで、同郷のベノムラと並ぶスピードメタルの先駆者として知られる。ジョンとマークのギャラガー兄弟が主催を務め、デビュー以来3人組を基本としている。基本的な音楽性は、ジョン・ギャラガーのロブ・ハル・フォードバリのハイトーン・シャウトをフィーチャーした、非常にテンションの高いヘビメタルもしくはパワーメタルである。 スピードにもこだわりを見せ後のスラッシーメタルバンドたちにも影響を与えた。しかし時期によっては音楽性に迷いが生じたり音楽性を変えさせられたことがあり、前述のようなスタイルの音楽性とは異なる作品もある。彼らのファンは自他共に認めるほど熱狂的とされ、レイブン・ルナティックスと呼ばれている。1974年。 ジョン・ギャラガーとマーク・ギャラガーの兄弟を中心に結成。初期はツインギターでハードロックとプログレッシブロックの両方をアプローチしていた。ギャラガー兄弟以外はメンバーが流動的であったが、ロブはコ・ハンターが加入してからトリオ編成に移行し、ラインナップが固まった。ニートレコードと契約してノイスブームムーブメントの中1981年にアルバムロック。 アンティル・ユードロップでデビューした。2作目、ワイプドアウトは、1982年当時としては、最も早く、ラウドなアルバムであったとも言われ、スラッシュメタルの原点とも称された。サードアルバム、オールフォーワンでは、アクセプトのウド・ダーク・シュナイダーが共同プロデューサーとして参加し、同時期に発表された、シングル、ボーントゥビーワイルドでは、ウドもボーカルで参加。 同作に伴うツアーは、デビューアルバム、キルエムオールをリリースしたばかりで、当時まだ無名であったメタリカをオープニングアクトに従えていた。このツアーの最中に収録したライブ版、ライブアット・ジ・インフェルノは、バンドの評価を大きく上げることとなった。アトランティックレコードへの移籍第一弾アルバム、ステイ・ハードは、アメリカのビルボード誌にチャートインを果たした。が、 アメリカでの兄気分にあたるトゥイステッドシスターの影響などもあり、前作に比べ、ポップ、グラムメタル的な音楽性になってしまったと、ファンには不評で、自作、ザ・バック・イズ・パックもポップメタル路線をさらに押し進めてしまう。特にホーンの導入は大きな批判を浴びた。バンド側もメジャーレーベルの音楽性への干渉に、 相当ストレスを貯めており、レーベルの反対を押し切って発売されたミニアルバムマットで鬱憤を晴らすこととなる。そして同年、デビュー当時の音楽性に回帰したライフズアビッチを発表。アトランティックを離れる。同時期にワッコが脱退。1987年、脱退したワッコの公認として、ジョー・ハッセル・バンダーが加入。 コンバットレーベルに移籍し前作よりもさらにパワフルな作品、ナッシングエクセーズ、ライクエクセズを発売。その後、SPV に移籍し1991年にアーキテクト・オブ・フィアを発表するが、数曲を除き例文らしい個性が薄まった作品との評価を受け、勢いを失ってしまう。その後、ベースの盗難やジョンの家の放火被害など様々な、 不幸な出来事が重なり、ほぼ解散一歩手前のような状態までに活動が停滞してしまう。信仰のあった写真家の黒柳由紀子の後押しもあり、日本のゼロコーポレーションと契約を結んだものの、バンドのモチベーションは極めて低く、1994年にはうつ病寸前のようなネガティブな気持ちで曲作りがなされ、極めて陰出で失踪感のほとんどない。 まるで全く別のバンドのような作品、グローを発表してしまう。しかし1995年に初の日本公演が決まると、グローで見せたうつ病のような暗さとは、打って変わったような元気で激しいライブパフォーマンスを見せる。この日本公演は1回のみであったが、この様子を収録したライブアルバム Destroy ルモン Monsters を同年に発売している。 そして1997年に持ち前のパワーと失踪感を取り戻したエブリシングラウダーを出し、2000年にはかつての作品のタイトルをもじったワン・フォー・オールを発表し、健在ぶりを見せつけた後、マークの骨折や契約問題などでアルバムのリリースはしばらく途絶えた。2009年3月に9年ぶりのアルバムウォーク・スルー・ファイヤーを発表し、 同年6月に再来日公演を実現させている。そして2015年4月、前作から約6年ぶりの通算サィーンスアルバム、エクスターミネーションを発表。同年7月に通算3度目の来日公演。2017年、ツアー前に、ジョーが心臓発作を起こし、治療に専念するためツアーには、サポートメンバーとして、 フィアファクトリーのマイク・ヘラーら数名が代役を果たした。翌年、ジョーが復帰するも秋に、ドラマーとして、引退を発表。そのままサポートを務めたマイクが正式に加入。2019年1月に24年ぶりとなる、通算3作目のライブアルバム、スクリーミング、マーダーデス・フロム・ワバブ、ライブ・イオール・ウーを発売。作品に伴う4度目の来日公演を開催した。また、 この公演で新曲を発表し、すでに自作がレコーディング済みであることを明かした。翌年2020年7月にメタル式とタイトルが決まり、翌々月の9月にリリースした。2020年10月時点、ありがとうございます。